そっか、転校をやめたんだ。はい、いろいろ迷惑をかけてすみませんでした。迷惑ってほどでも、いとこはもともとうちに来る予定だったし。いろいろあったようですが、雨降って地固まる理論で収まるところに収まったようでよかったですね。しかし、小森家妹2号はなぜワロタに相談を？普段の関係性から考えて、相談相手は鳴滝が適切ではないのか？私のいとことすずは趣味が似てるから、いとこがおたとも欲しいって騒ぐから紹介しようかと。いとこ殿も腐敗済みでござるか？腐女子キャラは茜先輩一人いれば十分だな。オタだけど腐ってはない。スズに近いタイプのノマカプ好き。ノマカプって何ですか？男女のカップルのことらしいよ。ノーマルなカップリングの略でノマカプなんだって。へえ、そういう意味だったんだ。茜先輩にそのいろいろ話を聞いてたら、いとこさんが私がもともと進学予定だった学園に通ってるって聞いて、それで話を聞かせてもらおうと思ったの。私最初スズが腐ったのかと思ってびっくりしちゃった。スズみたいな楽しみ方をしてる子は腐りにくい。いとこも同じ。ソウスケ君たちもそうですが、趣味を理解してもらえる身内がいるとは羨ましいですね。残念ながら私の趣味はあまり理解が得られなくて。ちら。いや、いとことはあまりおた話はしない。そうなんですか？カップがぶつかると戦争になるから。カップがぶつかる？どういうことですか？私が好きなカプが男 A かける男 B だとしたら、いとこが好きなカプが男 A かける女 A であることが多い。唐揚げにレモンをかけるか否か的な。それは確かにおめしょうでござる。正解のない好みの問題ゆえにか。ちなみに我が輩、唐揚げにはマヨプラス七味タイプである。ただでさえ揚げ物なのにさらに油かけるんですか？油淋鶏美味しいですよ、油淋鶏。ナンプラーをつけて食べるのもいけますよ。カーラはそのママが一番好きでござる。話題にしないのが一番平和。どうしたの、兄さん。いや、別に謝らなくていいぞ。寂しくなんかないからな。くそ。ごめんなさい、魔法姉ちゃん。魔法姉ちゃんに相談したら兄さんに伝わっちゃいそうで。そうか、私は口が軽いお姉ちゃんだと思われてたのか。そうか、
いいんだ。私は全く頼りにならなかったんだし。本当か？いやー、実は今度新しく稼働する格ゲーが気になってるんだ。導入したらプレイしに行くぞ。すごい勢いで蘇ったぞ。フェニックスのユーデコちゃん。いや、むしろお湯で戻したカップ麺では？急に安っぽくなった。私ちょっと用事ができちゃったから先に帰るね。ごめんね。え、ちょっとすず？女の子の日か。こら、ナナル、そういうことを気軽に言うもんじゃないぞ。あ、ごめんごめん。お兄ちゃんぐらいしかいないし、いいかなって。つい、女子オンリーのノリで。てへっ。え？我が輩は？あ、いたんですか？さっきから喋っていたぞ、我が輩！ナナルにお話があります。え？何？二人に報告しておきたいことがあるの。お兄ちゃん、すずに何やらかしたの？え、マジでやったの？付き合い始めたのってこの前でしょ？ちょっと早すぎない？2回ぐらい遅刻したってどうってことないじゃん。実の妹とイチャエロしてる優等生か。二人ともその辺でいいかな。
これを二人に見てほしいの。花火大会の出展に関する注意事項？花火大会って毎年夏休みの後に海岸でやってるあれだよね。うん、実は今日海の家の店長さんに頼まれたの。会ってきたの？うん、メールでちょっと相談したいことがあるって呼ばれたの。私がこの前バイトで作った焼きそば、店長さんがすごく気に入ってくれたみたいで、アルバイト代弾むから花火大会に臨時出店する焼きそばの屋台を手伝ってほしいって。やっぱあれかな、雑誌デビューが効いた感じ。おー、ようやくすずが世界に羽ばたく時が来たか。世界なんて大げさすぎるよ。やりたくないわけじゃないんだけど、私一人だとちょっと心細くて、兄さんたちに手伝ってもらいたいの。店長さんにお願いしたら、兄さんたちがいいなら B 犬のみんなにもぜひ手伝ってほしいって。私もすずの焼きそばめちゃくちゃ美味しかったし、絶対大繁盛だよねお兄ちゃん。いや、宇宙一だよ。だから大げさだよ。でも二人ともそんなにすぐにやるって決めちゃって大丈夫なの？大丈夫だって。むしろやりたい、やらせて。最高秒だ、作らないと。なんだかサマコミみたいだね。打ち立てるぜ、レジェンド。
もちろんだ。微力ながら精一杯手伝わせてもらうよ。ありがとう、魔法姉ちゃん。お手伝いしたらシュジュ殿の焼きそばを食べられるでこちゃるか。食べ放題だぜ。わいわい。とりあえずおやつに焼きそばを4食ほど所望するでこちゃる。よし、任せろ。お兄ちゃんよろしく。食べ放題は無理だと思うけど、一食くらいはもらえるんじゃないかな。私は、最近ソウスケ君の私に対する扱いがひどい気がします。ソウスケ君ひどいです。そんなに冷たくしたら興奮しちゃうじゃないですか。ビクンビクン。兄さん、先輩の扱い慣れてきたね。夏祭りなぞ、ソシャゲのイベントで十分だ。二人は不参加ですか？部長殿も、アカネ殿も、一緒にお手伝いするでこちゃう。みんなでやった方が楽しいでこちゃう。そう言われても、我が輩はサマコミ以外の人混みが苦手なのだ。何が楽しくて、あんなに暑くてうるさい場所に出向くのかさっぱり理解できぬ。それに、今回はお手伝いで、バイト代は出ないのだろう？なはい、ただ働きはしない主義であるからして。出ますよ、アルバイト代。え、貴様、なぜそれを言わない。金が出るなら手伝うに決まってるだろうが。詳細はよはよ。何を言う！金は大事だぞ！金があれば何ができるか知ってるか、ソウスケ！ガチャが無料で回せるのだぞ！部長の中で貨幣価値が大変なことに。ソシャゲのサービス終了と同時に人生も終了するんじゃない？あれ。それは言ってやるな。にしても、アカネ殿もアルバイト代欲しいでこちゃるか。当然、お金があれば本物本が無料で手に入る。なんだかこっちはあんまり驚かないな。クイックセーブする？慣れちゃった感あるよね。マネリというやつでこちゃるな。別名剣太一。なんかショック。私はアルバイト代なんていりませんよ。代わりにソウスケ君を一晩。ダメです。いいじゃないですか、減るものでもないですし。ダメです、減ります。私の心が削られます。なぜ私とソウスケ君がくんずほぐれつしてスズチンのハートが削られるんですか。
したんですか、ソスケくん。汗だらだらですよ。じゃあ、全員参加ってことで。手伝うのはいいが、私たちは何をすればいいんだ？あとは食材の下ごしらえとかお願いできたら嬉しいかな。アルバイトの時とだいたい同じでござるな。味は抜群ですから、呼び込みを工夫すれば行列ができますね。売り上げが良ければ時給アップが見込めるな。作戦会議だ。ノリノリですね、先輩たち。やはりここはおまけをつけるのがいいのでは？ジャパニーズおまけ大好きですし。おまけですか？店長さんに相談してみないと。費用的な問題もあるしな。費用がかからないおまけにすれば大丈夫ですよ。おすすめエロゲ100選リストを漏れなく進呈。5分待たせるごとにわび石を配布。どこで調達すんのよ、わび石。どこで使うんですか、わび石。容器を工夫するとか。珍しくは余計。じゃんけんで勝ったら大盛り無料とか？そうだよな。すまない。いやいや、真帆先輩のが一番現実的だったよ。でも、問題が。カラにお任せでござる。カラ？人集めするでこちゃう。きっと目立つでこちゃうよ。あ、それいいかも。じゃあ浴衣は花火大会っぽくてよくない？でしょでしょ。バイト代もらえるなら浴衣買っちゃおうかなと思ってたんだよね。はい、私着付けできます。まだ問題ありませんね。ではひとまずナナちゃんは浴衣確定ということで。めんどいから私服がいい。そういうメンツは私服ということで、私もそっちです。けどもし、スースケくんがどうしても、どうしても私の浴衣姿を見たい、向きたい、脱がしたいということであれば話は。鈴みたいに汚れが懸念される実動部隊は、私服の方がいいかもしれないな。
私も浴衣着たいな。え、大丈夫なの？汚れたりしたら大変じゃない？古いの持ってるからそれなら大丈夫。汚れても洗えるタイプだから。慣れてるから平気だよ。夏は部屋着代わりに着てたこともあるし。にしても調理に着付け、少し鈴の負担が大きすぎやしないか。ううん、大丈夫、任せて。私の作った焼きそばは美味しいからいっぱい売れるって言ってくれて、それを聞いてたら私も頑張らなくちゃって気持ちになってきちゃったんだもん。私とお兄ちゃんも似たような話してたじゃん、昨日の夜にさ。だって兄さんとナナルが褒めてくれても身内びいきかなって感じで、あんまり実感がなくって。身内か。うんうん、私ってすずのお姉ちゃんだしね、身内だもんね。なんでドヤ顔してんだ？そんな、ドヤ顔なんてしてな、ドヤ。当日の流れとかお仕事の詳しい話は、私が店長さんに聞いて、B 研の部室でみんなに説明する流れで大丈夫ですか？異議なし！全員で押しかけても迷惑だろうし、店長さんとは全く知らない仲でもないからな。任せてもいいか？うん、任せて！お兄ちゃん任せたよ！だって、誰かが手伝ってあげないと大変じゃん！ねえ、すず。あ、うん。兄さんが手伝ってくれたら、嬉しい。でしょ、でしょ。こういうとこ気を回してあげないとダメじゃん。しっかりしてよね、お兄ちゃん。どうしたの、お兄ちゃん。急に黙り込んじゃって。唐突にディスられた！というか、今の流れでなんでディスられるの？何をした？私が何をした？シュチュタのと、姉妹に塗ったことではごちゃらんか？スズチンと比べれば大抵の女の子はだらしなく思えるでしょうね。比較論は残酷。すまない、本当にすまない。孤立無縁な、なんでやねん。とほほ。
ナナルがいい子だって本当はみんなちゃんと分かってるから。うわー、スーズー、よしよし、ナナルはいい子だね。誰のせいだ、誰の。図書室に行って料理の本を借りようと思うの。それもあるけど、今度の屋台で頑張るために料理の基礎を勉強し直そうと思って。細かいところはおさらいしておきたくて。みんなが頑張ってくれるんだもん、私も頑張らないと。
私とエッチなことするの嫌い？兄さん、エッチなことをしたい？お家帰ったらする？おはようございます。夕べはお楽しみでしたね。な、何が？何のことかわからないけど、じゃあしないの？それとも、もう妹の体は飽きちゃったの？どこ行くの？そう、一度お世話になった人なら安心ね。しかし大丈夫か？夕方から夜まで一人で焼きそばを作り続けるんだろ？体力持つか？大丈夫だよ。いや、私も父さんに同感かな。売るのは私たちの仕事だけど、調理の手伝いがいないと厳しいかも。お兄ちゃんよろしく。料理したことのないお兄ちゃんがどこまでできるかな？任せて！高級フレンチレストランのシェフに匹敵する技術を叩き込むから！そこまで教えられるすずすごくない？おお、それは楽しみだな。母さん、お祭りの日は早めに仕事を上がって、宗介たちの屋台に行かないか？あら、それってもしかして、デートのお誘い？まあ、たまにはいいだろう。あなた！
かり二人の世界だね。ああ、暑い暑い。クーラー今日にしちゃおう。Thank you.